い、新英語情報の皆さん、こんにちは、シンです。今日写真のがですね、ビッグダディのモノマネ2をやりたいと思います。はい、なんかビッグダディがですね、その、はい、奥さんと別れたという、まあ、号が、ネットで流れていました。僕はすごく驚きましたね。なんでテレビでやらないのかってことは、そういうことですね。ではモノマネです、言いたいと思います。そんならそうしろ、そんならそうしろとまでもう俺は言う。俺はこうだよ、俺はこういう人間だ。謝る時のビッグダディ、どうもすみませんでした。これでいいんだろ。はい、まあモノマネもう一つあるんですよ。昨日やった東進のモノマネです。東進、昨日まあやりましたね、動画で。今ですよって、はい、そう真似をしたいと思います。次いつやるか、今でしょ、いつやるか、今でしょ。さあ続いてですね、はい、はい、好きな野球チーム、まあ皆さん前も言ってるんですけど、また紹介したいです。僕は日本ハムファイターズが好きですね。はい、やっぱりね、うん、稲葉とか、稲葉選手とか、中田選手とか、陽選手とか、ホフパワー選手とかですね、いろいろ知ってますよ。プロ野球スピリッツ2013やってますか。はい、ね、僕は本当に日本ハムが好きです。あと野球も好きですね、プロ野球。はい、ね、面白いじゃないですか、やっぱプロ野球って。はい、ね、勝つか負けるかの対決ですよ。はい、相手チームが、もしも相手チームが巨人とか、はい、あとね、楽天とか、楽天イーグルスとか、カープとかね、広島カープとか、まあチームたちが戦ってどっちが勝つかというね、本当に勝負です。はい、僕は本当に日本ハムが好きで応援したいですね。はい、まあ、また勝ったら紹介も、その紹介もねしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日写真の方です。モノマネと、好きなプロ野球チームを紹介でした。以上、新大阪ナイゴチでした。ありがとうございました。